プロスト AP01 は、ロイック・ビゴアが設計した F1 マシンで、1998年に、プロストグランプリによって使用された。プロスト AP01 前年型 JS45 は、リジェチームが開発したのを、プロストグランプリが使用したため、この AP01 が、実質的にオリジナルマシンとして開発された、最初のマシン。 オーナーであるアラン・プロストが、オール・フレンチチームを実現するためにエンジンを無限から、プジョーにスイッチした。コクピットサイドのクラッシュテストとの兼ね合いで、サイドポンツーン前端が複雑な形状となっている。また本年からの規定により、マシン全幅が縮小されたことに合わせ、前年マシン JS45 と比較して、ホイールベースを短くすることで、 全幅と全長の比率を前年マシンと同一とするコンセプト設計とした。しかしそのことが完全に裏目となり直進安定性を欠いた極端にナーバスな挙動を持つ操縦困難なマシンとなってしまった。形式番号である AP はアランプロストのイニシャルアランプロストから取られている。ありがとうございます。